西武は17日、今季限りで楽天を退団した松井稼頭広志外野で、42の獲得を発表した。03年以来、15年ぶりの古巣復帰で、背番号は、7。兼任でテクニカルコーチを務める埼玉、所沢市内の球団事務所で会見に臨んだ松井は、15年ぶりに西武ライオンズに戻ってくることになりましたと挨拶。現役でプレーしたい気持ちが怖かった選手としてしっかり勝負できるように、このオフからキャンプが大ごとになる。若手選手とのいかめしい競争になるのは分かっていますが、僕自身にもいい刺激になる。背番号が7になるので、その姿をグラウンドで見せたいと、力強く意気込みを示した。